皆さんどうもいつもご視聴いただきありがとうございます。キンチェリです。なんか最近帽子変えただけでなんか雰囲気変えようというなんかいやらしいいやらしい感じがありますね、ちょっとね。ね、並べられちゃうとね、まあ関係なく無視してください。はい。でおしゃべりだけ後で撮ったりね、台本と違うじゃないかって言ってやり直したりすることが多いので。はい。台本なんかないんですよ。ありますよ。この人たち面白いんですね。俺入れない。そっち3人におかしいな。はい、今日は何を、はい、1980年か81年かな、そんくらいの時に森田芳光さんという監督がもう有名な監督が今、そのデビュー作でございます。はい、でそれの音楽をやらないって言われて、はい、で2曲作りました。オープニングとエンディングと、はい、で、詞をねどうするって言った時に、映画とか造形深かったんでカンチーファとかいいんじゃないっていう話をしたら、はい、監督自ら「いや僕が書きます」っていうことで「で大丈夫かな?」とかってちょっと心配したんですよ。で、まあ、電話で何回か打ち合わせして、はい、で出来上がってきてやっぱりちょっと飛んでるなこの詩って実際思ったわけですよ。ってところがね、映画見て、でエンディングでこれ使われてるんですけれども、そのとても有名なシーンでね、ビアガーデンのシーンなんですけど、でこれがねすごいフィットしてるんですよ。その詩もねさすがすごいんですよ、やっぱりさすが監督さん森田さんね、森田家族ゲームとかいろんな映画を作った、森田さんですよ。はい、でそれが今没後ともうなくなったんで、はい、とりあえずその「のようなもの」「のようなもの」という映画を最近作ったんでございますよ。これですね。これそうでかな、デビュー、そうだからまあ古い人はそのままいて、また新しい人のそれが主人公なんですけど、でそれでもって音楽をねまた使いたいということで、あ俺が歌えんだ今度と思って、これビートルズさんが歌ってたんで、あ俺が歌えんだと思ったら、いや前のあの歌がいいんですって言われて、そのまま喜んで、あお呼びでないんだと思って。いやでもなんか尾藤さんの歌聞いてるとなんか背後に金吾さんをすごい感じるんですけど、いやそれは俺の曲だからそんな感じがするんじゃないですか。仮歌とかそれにすごい忠実になぞって歌ってるのかな。でもね尾藤さんはね自分の世界持ってるからな。なんかすごくね私はなんか金吾さんの歌声が聞こえてくる感じが。ありがとうございます。ありがとうございますって言っちゃいます。でとりあえずだからねそういうんで、まあ僕としてみれば映画のあれだったらこれ最初かな。不思議な映画なんだけど、やっぱそれデビュー作でみんななんだろう森田ファンはさ、はい、とても大事にしてる作品なんだよ。そのようなものっていうね。ね見たいこれ。はい。めっちゃ綺麗。もう若いですからね。いやそういうことじゃなくて。いや。僕も見てんだね。僕も見ました。なんとか城で特殊浴場です。ですがね。これは今度は松山ケンイチさん、北川景子さん。そうです。そう。そういう意味では、まあちょっと僕にもちょっと思い出のある作品なんでございますよ。でそれをやっぱり。いつも弾き語りで僕こうやって弾いて歌ってるんで、いつもっていうことでもないですけど、まあたまにこうやって歌ったりリクエストあるんで歌ったりするんですけど、やっぱこうバンドバージョン。ああね、そうダンっていうね、あのフィルはもうじいさんしかできない。ストッコイテッパポッコって。黄金のスタタ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 3連のねスタタタスタタってみたいなねやつ、これ台本ちょっと間違えましたけどいい？私が台本作ってると思われるでしょ。作ってないみたいじゃない。そんなことでそれのテーマソングになって「See You Again」雰囲気。これもエンディングテーマで使われてるんだけど、その「のようなもの」要するに最初のデビュー作のエンディングを見てほしいなってすごく思う。でもね、そこまでのねストーリーがずっとねちょっと不思議な世界があって、そこでガッてそのなんだろう色がパッて変わって終わるんだよ。そうすっごいだから印象的なの。じゃあなんかぜひ今日この曲をこれを見て初めて知った人はちょっと映画をねチェックしてみてもらってもいいかなと、ぜひしてもらいたいですね。ビトさんの歌はいかがですか。はい、ビト久夫さんの歌ですけれどもね、こちら。はい、今日私の歌でお送りしたいと思います。作者が自ら歌う。しかも素晴らしいバンド演奏で。なんでオカマっぽく。緊張しちゃうな。だってそんな声でって言うから台本通り俺裏返ったんだけど、裏返してって書いてある。裏返してって声裏返でしょ、見たでしょ。じゃあお願いしますよ、そんな俺キャラ変わっちゃってんだからこれでね。怒られてましたもん。パッどないしてみたいな。違いますよ。大変もう、まあそんなことで、水曜ね雰囲気っていうねことで聞いていただきたいなと思います。はい、それではどうぞ。どこかであった雰囲気が。どこかであった雰囲気が集まりそうなステーション、よそ行きな言葉をポケットに入れて箱にリボンかけてプレゼント。寂しくないさ。南の風で。どこかであった雰囲気が彩りそうなバケーション、みっとな言葉をルージュで飾り